クリスの部屋ちょっとさクリスの部屋の名前変えようかクリスモンセに変えちゃっていいからなんかねあつこの部屋っていうのあるじゃんあつこじゃない徹子の部屋っていうのがあるでしょそれでクリスの部屋にしたら,だからそれまず面白いしまあ、ちょっとチャラいけど絶対忘れないよねっていう感じでその名前選んだんだけどちょっと変えた方がいいかなと思ってます All right. なので、この YouTube チャンネルはクリス・モンセンになるかもしれません。Anyways! 今日ね、めっちゃ面白い話があるんですよ。Okay. まず、仕事が永遠に終わらない人っていう人いますか、ね、なんか、会社で仕事やるんだけど、終わっても達成感達当感終わったっていう感じをあんまりしないとか、または仕事が、これはどう本当は嫌いなんだけど、 会社で仕事を続けている人いないでしょうか、right. すげえ面白い話があるんだよ。これね、やっとわかったぜ、right. So here's the thing.This is my reasoning.、ね、僕たちは幼稚園に行くでしょ ね。幼稚園に行くと、幼稚園の先生が、なんかいい子がいたら、あー、達也くんいい子いい子、見てこのマナー、素直でしょ正しいことやってるのいい子いい子ってなるわけよ。で、それを見てる俺たちは、あ、そういうふうに正しくなったら、愛情をもらえるんだっていう感じで育っていくわけよね。 結構ラフな話なんだけど、聞いてくれ。Alright? で、俺たちもちょっとなんか、あ,あ、そっか。じゃ背筋ピーンってして皆さんに、おはようございます。クリスと申します。よろしくお願いします。みたいなことをやったら、先生から褒められるんだ。OK, OK。褒められると愛になるんだ。OK, OK。それを頑張らないとっていう感じで、まあ、本当にまじ幼稚園の時から育ってるわけよ。で、今度、小学校行くでしょ。で、そこで宿題中やつが出てくるわけよ。で、宿題やりたかった人いるもしいたらあなたは素晴らしい。俺はね、 宿題小学校で毎日日記を書くっていう宿題があったんだよ。で俺ね小学3年生になるなってもまだ1年ぐらい残りの日記があったんだよね。もう本当に小学1年生の時からもう2週間3週間日にちが遅れてる日記を書いてるわけよ。でそれをやれっていうわけよね。 で、日記をやってるとあなたは偉いよとか言って、なんか日記うまく書いてる人は、先生の前に出てきて、この人はこんなに日記書きました。見て !5 ページ書いてるよで、俺それやらないと認められないんだってみたいなのがあるわけよ。ね親とかが、あなた宿題やりなさいとか言ってくるわけよ。ね、宿題やったらあんたはいい子なんだよって。で、俺たちは、 こうやって頑張って宿題やるわけよ。で、これが何年も何年も続くんだよね。で、やっと宿題やったらいい子になれるんだ。宿題やったらいい人になれるんだ。やっと認めてられる、認めもらえる、認めてもらえるんだっていうところなんだけど、ね。で、今度、ね、スポーツとかも入ってきて、で、今度、中学に入れっていうのは出てくるわけよで。この中学に入ったら偉いんだ。ね、拍手されるんだ。愛情もらえるんだ。 で今度中学に入ってまた宿題があってやりたくない嫌いなことずっとやってるのなんでって言うとそれやらないと認めてくれないからで宿題やらなくてもあんた素敵だよってあんたもう完璧だよあんたはあなたなりの特別なスキルがあって本当に好きで自分がワクワクして愛することをやってれば大人になっても大丈夫逆にそっちの方が地球も良くなるし周りの人のためになるよっていうことを言ってくれたおそういう親いた人いるいないよねいたすごい 本当ついてるね。宿題やれって言われたこと,ない,たことないって言ってます。素晴らしい。まあ普通の人は宿題やれっていう感じで育ってきたと思うんだよ。でね、ここで楽しいのが今度高校入るわけよ。ね。高校入ったら次何 <laughs> ナイスチョーリー。大学でしょう。大学ですよ。慶応に入ったら偉い。 ね、東大に入ったら素晴らしい。え、なんでこんな私が東大にみたいな話やろう。ビリギャルとかもそうやろう。まあ、ビリギャルはよく見てないんだけど、なんとも言えないんだけどえ、ごめんね、あれはすごいいいストーリーかもしれません。すみません。まあ、俺のポイントは、こうやってめちゃくちゃ頑張ってて、終わっても次、終わっても次、これやらないと、これやらないとっていうのがあるわけよ。だから、今のままでいいのってダメダメダメ。塾行かないといけない。 ね、東大入らないといけない慶応入らないといけない早稲田入らないといけないで早稲田入りましたイエーイ次の日から何が来る <laughs> あんた有名な企業で仕事をやらないといけないんだよって親から言われるわけよ自分の親から言われるんだよ親だったらさ何もしないで愛してるよってそう言われたいけどいや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 、ね、あんた頑張って入りなさいそうすると認めてあげるわ。 愛してあげるわみたいなちょっとさついてるわけよ。ね、でじゃあみんなどうなる慶応行ってる人この間セミナー慶応でやったやぜで自分でやりたいことをやろうぜって言ったよ慶応の学生にどういうリアクションになったと思う、ね、話としては盛り上がるよ「わーい」ってでも心の中はやっぱり親とか社会的な面とかが入っているからやっぱり大手企業を選んじゃうやつがめっちゃ多いんだよね。 ね。その有名な名前とかを選んじゃうんだよね。自分が幸せな環境。何をやってたら本当に、ね、自分のためでも相手のためでも世間のためなんだ。っていうことを考えないで、さらーっていい名前の企業に入っちゃうんだよね。で、それができなかったら、ちょっとみんなが知ってるような。ね。これだったら認められてくれるよなっていう感じで。で、バーンおめでとうございます <laughs> じゃあ、もし、そのね、あなたがそういう有名企業に入ったとしましょう。うおめでとうこれで終わりか これで終わりか終わりじゃないんだよ。あんたはこの過去の20年間ぐらい、もうドッグトレーニングされてるように、こういう次のことを目指す、この次のことを目指すっていう環境で育ってきたんだよ。それを20年やってる奴がキュッて止めて、OK、じゃあ今から本当に私のための、ね、ことをやっていきますってできるわけないわけよ。面白い話がの。これで親は一回終わるわけよ。親はこれで、は でなぜかというと親にもこれがあるんだよで親も子供いをいい大学に入れないと子供を塾に入れないと子供をいい有名学校出させないと子供をいい企業に入れないとそうしたら私は周りの人から認められるのなぜ私は親として自分の子供を電通に入れたから三菱に入れたから親もあるんだよこれがでダブルで動いてるわけよねで仕事入るやろねっ 有名な企業じゃなくてもいいよ。仕事入るやろねあなたは認められてるために、認められるためのコンディショニング、トレーニングを20年間受けてたわけだよ。仕事入って何する認められようとするんだよね事務所朝早く行ったり、仕事頑張ってやったり、全部やろうとしたり、で、仕事が終わってて、会社に残らなくていいのに残る。で、これもう100人ぐらいでみんなやってるわけよ。 <laughs> えっ面白いでしょ、うん、だからこの認められるためにあなたは仕事をしているかも私は間違いなくそうでした多分まだその分がまっちゃくちゃ残っていますジョーダン I love it I love it you're doing good はい、私はそうでした。でね、プラスで熱い話があるぜ。これ持ってこい。怖い人、怖い上司がいると、めちゃくちゃ嫌いだけど、すっげー頑張って働くっていう人いらっしゃいますでしょうかいるいるでしょう。怖い上司だったらもう、もう怖い上司が部屋に入った途端でピーンってなっちゃって、何回入れたらもうなんか言う前に、はい、やりましたみたいになっちゃう。これは何でかと思う。 それは心の中であなたが認められたいで普通の人があなたを認めるじゃん物足りないわけよ次のレベルで認められたいわけよでそこで認められるでしょ物足りないわけよそれ簡単なんだよそれだったら愛情はもらえないと思ってんだよそういうコンディションを受けてんだよみんなだからこの絶対自分を認めてくれない人を好きになるんだよ好きじゃないんだよこれもう SM の M みたいなうんえ こういう状態になってるわけよ。で、この98%鬼みたいな上司が2%の場合、その時だけちょっとニコってして、よくやってる偉いって言うわけよ。それを心が求めてるんだよね。で、めちゃくちゃ努力して、その2%を取るためにみたいな感じで。で、間違いなくその上司が急にいい人になって、いつでもあなたを認めるようになったら、 こういうコンプレックスを持ってる人は別の会社とかに入って、ブラックとかグレーに入って、そういう上司が自分でこれを気づいて、抜ける、次のレベルに行く、自分で変えるっていうところに行かないと、絶対その上司、また怖いやつが出てくるよ。とクリスは思うんですよ。Holy shit!What do you do?What the fuck do you do with this is happening?Alright? ここで今日のワークです。Alright? 今、あなたの中で、あなたの人生の中で、一番恐れているものは何ですかね。雷に当たるとか、ね、あの、甲府病とか、そういうね、飛行機飛ぶのが怖いっていう話じゃないの。仕事とかで、ね。日曜日の夜、月曜日のことを考えるとお腹重たくなりますかそういうことです。ね。何を恐れているの何を一番恐れているんでしょう ?Alright? で、それが、アイデンティティー、クリアになったら、次の質問です。それを怖がること、それをやることによって、自分にどのような得が出てくるんでしょうかうん。そう。これすごい難しいんだよ。え、逆じゃん。怖いこと、恐れてるでしょ例えば、上司が恐れ、上司を恐れてるわけよ。めちゃくちゃ怖いわけよ。え、その人と話したくない。 嫌なのでも毎日あなたはそこに仕事してる、ね、としようよあなたはそれを恐れてるわけでしょで何を求めてんの心の中で自分の体の中で何が得られるのそれで認められない自分を認めてくれるそうなんだよねちょっとこれは難しいんだけど それちょっとぜひねワークでやってみてくださいで分かんなかったらコメントで教えてくださいうん俺の場合はね絶対にうまくいかない仕事に戻ってたの3回あったからね絶対怖い上司何がうまくいってても絶対うまくいかないのそういう環境に自分を入れちゃうわけよでそうすると俺に何が出てくるかって 何を得られるかって自分でさ意識してないことだよ。サブコンシャンスが欲しいことだよ。この20年の教育、コンディショニングで欲しいものはね、納得いってない人から納得をもらうことなんだよ。それを求めてたんだよね。でもっと深くいくとパパとかが入ってくるわけよ。ね、親父から認められたかったとか。そういう深いワークなんですよ。 Right. Okay. だからポイントは自分を今の自分を今のまま認めるっていうことなんだよね。Right, Julia. I, I good. ちょっとねスタッフがわざと撮影してる時に邪魔してみてって言ってこうやってずっと10分ぐらいこうやってるんだよね。<laughs> <laughs> もう分かった分かった。慣れたぜって言ってありがとう冗談。 ありがとう right. okay. ポイントはさ自分を認めないといけないんだよ大人はね相手が思ってることは相手が思ってることなんだよで相手が機嫌が悪い時にあんたが何やってもいいことは来ないんだよであんたの人生はそれに任せちゃってるっていうのはおかしいのよねで相手が機嫌がいい時に認めてくれる そういういいのはおかしいんだよあなたはもう完璧なんだよ今の状態で問題ないんですよだから自分を愛するっていうのは本当にチャラいコピーなんだけど自分を愛する自分をリスペクトする自分を尊敬するそれでいいのこれを現実に毎日やってると自分の周りに壁がつきます で相手がどんなこと言ってももう本当に BB ガンが、ね、コンクリートの壁に当たるみたいにポロンって外れますで相手がバーって言ってきても「ああ大変なんだね」って、うん「ありがとうそれはあんたが思うことですバイバイ」って言えるんだよ本当にこの壁がついてくるんだよねでもしもしこういう怖いことがあったら まず自分がうまいことを考えてください、ね、だ本当に自分の財布とか自分の携帯にノートを取って自分が得意なこと自分ができること、ね、例えば、ね、そのなんか仕事がうまいとか何かがうまいとか、ね、僕の場合だったら人,人との付き合いが上手なんだって僕はハートがいいんだとか、ね、そういう自分のポジティブなことを そのリストを用意しておいて何かがあったらまずそれを見るで頭をそういう悪いムードからスイッチするのねでもちろん深呼吸とかも入るんだけどもう一つ面白いのがあるのよそれはそういう状況になったらこの質問を言うのね今最も賢くできる選択は何だろう今最も賢くインテリジェンス 賢賢くくででききるる行動賢くできる選択は何なんだろうこれはばってもういつももう本当に毎日やってこれを習慣にしてるとすごい人生変わると思うよ。もう気づいてるうちに一番賢いことをやってると思うよこれ例えばテレビ見てるとちょっとおかしいなと思ったらパーンってやってああ今最も賢くできることは何だろうあこれじゃねえなとか勝手にもう 勝手に自分が変わってくるようなことが起きると思います。だからメンタルを強くするっていうのはすごい大切なことで、もしあなたの環境で仕事の環境が辛いで、特に嫌なやつがいる、ね。これは自分の学べるチャンスだと思ってください。俺についてきて。ついてきて。 こういうの続けるから。大丈夫だよ。みんなでこれ抜いていくから。これは終わるから。あなたは強くなるよ。Alright. じゃあ今日もみんな頑張っていこうぜ。Alright. Thank you so much for watching. クリスの部屋。And I will see you in the next video. Oh, PS, PS. なんかさ、こういうトピックがあったら話してくれないかっていうのを教えてくれませんか でコメントでもいいので,であとなんか YouTube でメールとか送れると思いますのでそれもぜひ何かあったら気になることあったらあの教えてくださいなんかの具体的な方法とかそういうのもちょっとしたら俺知ってるかもしれないので何かあったらあの教えてね all r i g h Thank t you so much。now see you in the next you video see the